脳性麻痺とは、受精から生後4週までの間に、何らかの原因で受けた脳の損傷によって、引き起こされる運動機能の障害を指す症候群である。運動障害、死体不自由者の発症要因の約7割が等症候群だとされる。遺伝子異常によるものや、生後4週以降に発症したもの、暫定的なもの、進行性のものは含まれない。週3期かし、 低体重出生、核横断が挙げられ、脳障害の病院発生の時期に応じて、体制期、周産期、出生後に分けられる。また、近年、周産期医療が急激に発展してきたことにより、その病態、原因や発生率は変化してきた。日本においては、日本医療機能評価機構が実施する、産科医療保障制度により分娩に関連して、 発症した重度脳性麻痺児に対する保障と原因分析をし将来の再発防止を行う制度がある。損傷部位によって以下の4タイプに分類される。昔はアテトーゼ型も多かったが医療技術の進歩により低質性体重児の生存が可能になったこともあり、軽直型が主体である。なお、アテトーゼ型では核黄疸、中性気化死が原因であることが多い。 なお、アテトーゼ型は一時期、抗戦療法など核横断の治療技術の進歩によって減少したが、1990年代以降、低出生体重児の中に、低ビリルビン血症や、脳室内の出血によりこのタイプを呈するケースが現れ、再び増加の傾向にある。運動障害の範囲による、分類単麻痺、死死のうちどこか一死のみが侵されたもの。肩麻痺。 左右どちらかの片側の上下肢が侵されたもの。対麻痺、両下肢のみ侵されたもの。両麻痺、四肢すべてに障害があり、上肢の障害が比較的軽いもの。通常は軽直型に出現する、首の座りや言語、上肢機能が比較的良い場合が多い。四肢麻痺、四肢すべてに障害があり、比較的重度のもの。各タイプに出現する。当てトー型四肢麻痺では、 上司より下詞の障害が軽いケースも少なくない。ありがとうございます。